山形大学医学部附属病院初期研修1年目の福田瑞希と申します。出身地は栃木県であります。僕今脂肪肝が病理診断科というところなんですけども、癌という病気の診断は、診察室にいる先生が行うものだと思われがちなんですけども、実際には、患者さんから実際に取られた検体を使ってそれを顕微鏡で観察することによって、この病理医という専門の医師が診察を行います。その病理医になるというのが今の僕の夢であります。中学3年生の時に僕何したいのかなって思った時に、一番最初に頭に浮かんだのが医療に携わりたいということでして、母親が助産師をしていまして、幼い頃からその生命の神秘であったりとか臨床の大変さであったり、それでもなお臨床はやりがいがあるって話を幼い頃からよく聞いておりまして、医師として患者さんにいい医療を提供できるようなそういう仕事をしたいなと思ったのが医学部を志した一番最初のきっかけになります。3年生の時に研究室研修ってカリキュラムで病理診断の講座で研究させてもらって、その時にアミロイドーシスっていうタンパク質が体のあちこちに溜まってしまう病気について研究しまして、それを学会の方で発表させていただきました。その学会は、日本病理学会っていう日本の病理学で一番最大規模の学会でして、それが4年生の時の4月に東京の新宿であって、そちら の学生セッションっていう学生さんがいっぱい集まって発表するという場面で発表させていただきました。発表するということ自体大変貴重な経験であったんですけども、その発表した結果、最優秀賞までいただいてしまって大変貴重な経験となりました。来る前もっと田舎なのかなって思っていたんですけど、実際来てみると駅前はしっかり街になっていて、店もいっぱいあってショッピングとか楽しめるっていうのがすごく都会だなと思いましたし、仙台までもバスが結構よく出ているのでアクセスが良くて、すごく都会の一面もあって、でも一方で少し街を出れば田舎の風景が広がっていて、で山寺みたいな観光名所とかもあって、リフレッシュするにはすごくいい場所なのかなって思いました。高校時代に何か所か医学部のオープンキャンパスに行かせてもらって、山形大学で受けた模擬講義の内容が癌とは何ぞやっていう内容でして、高校生の皆さんは癌という病気、名前を聞いたことあるけどどういう病気かわからないっていう方多いと思います。で、かくいう僕もそういう立場で、癌ってどういう病気なんだろうって思いながら講義聞いたんですけども、すごくその時の先生が分かりやすい内容で、かつとても僕の興味を引くような話をたくさんしてくださって、でこの先生の授業を受けられるならこの大学来たいなって思いましたし、その先生とても研究のことも熱心に話されてて、とても医学って面白いなって思って、こういう生き生きとした先生がいらっしゃるってことであれば、この大学はとてもいい大学なんだろうって思ったのがこの大学を志望したきっかけになります。受験生の皆さんにはちょっとでも興味があったら、まずはどういう世界か覗いてもらって、それでもし医師になりたいって思っていただける方がいたら、ぜひその夢に向かって頑張ってほしいなって思います。